それでね、あと三枝くんも生で会ったのは初めてだったかな。そうそうそう、いやなんかねコミュ力が高いですね。非常になんか仲良くなれてよかったです。うんいやなんかねすごい仲良くなれてよかったんですけど、まあ三枝くんも一番最初なんかちょっとキモめのツイート、まあキモめのツイートはよくしてるんですけど、本人これはあの僕はハートが言われる筋合いはないくらい本人のことを知ってたらわかると思うんですけど、なんかあのショタコンうんぬんのつながりでなんかねあの会ったらハグしますとか言ってたんで、あの共演 NG しますとか最初冗談で言ってた感じの後会っていい人だったんで、あいい人じゃんって思ったんですけどね、なんかあのホテルにねあのまあ浴場がついてるということで、あの朝一に浴場で待ってるからってね言われてね行けませんでしたねやっぱねあのイメージ第一印象っていうのは低くても変わるけど、第一印象はな変わるけど第一印象があったことは事実なんで、ちょっと怖さはやっぱあるよねってやっぱね恐怖はしてるっていうね、まあ全然ただのねフレンドリーなあれだと思うんですけどね、行かなかったですねそれは